おはようございます。今日は2020年の8月の5日、ここは小田急の新宿駅です。今回の動画は小田急エージェンシーさんのご発案の企画になっています。東京から箱根までの1泊2日の旅行の様子をお楽しみください。最新型のロマンスカー GSE の到着です。列車の到着をここで朝ごはんを食べながら待ちました。ここは新宿駅の西口の改札、そのすぐ左手にありますロマンスカーカフェというところです。列車がやってくるのをのんびり待つにはちょうど良いところです。小田急ロマンスカーと同じオレンジのカラー。最新型のロマンスカー GSE のセールスポイントは、大きな窓から楽しむ沿線の景色ですが、それ以外にも様々なところに工夫が凝らされています。例えばこの座席の下のスペース、これまでよりも随分広く作られていて、ここに私の大きな荷物も入ってしまいます。飛行機に持ち込むことができるサイズなら全部入るそうです。もちろんこれまで通り頭上の網棚も使うことができます。特急ロマンスカー通販箱根9号箱根湯本行きです。次は小田原に停まります。11時に時間通り出発。皆さん手を振って見送ってくれました。新宿から箱根まで小田急グループの皆さんが一丸となってお客さんを楽しむためにこのようなことをしてくれます。特急ロマンスカーに乗って終点の箱根湯本までおよそ1時間と20分です。大都会の新宿の景色、大きな窓から高いビルを上の途切れるところまで見上げることができます。このスーパー箱根号は新宿駅を出ると小田原まで止まりません。小田急電鉄の中で一番早いタイプです。このロマンスカーに乗って小田原まで約1時間、そして小田原から箱根湯本まで行き、そこが終点です。そこから先、箱根登山電車に乗り換えて山道を進んでいきます。日本で一番険しいところを走る鉄道です。そしてその登山電車の終点の強羅からはさらに別の鉄道ケーブルカーに乗り換えて早雲山の上へ登ります。そこからはロープウェイに乗り換え、山道を簡単に飛び越えて眼下に煙を上げる大涌谷を空からお楽しみになります。到着した桃源台からは海賊船に乗り換え、これで芦ノ湖を縦断し反対岸の元箱根港もしくは箱根町港へ到着。港からは箱根湯本の駅までバスが出ていて、急行のバスは一気に箱根新道を駆け下り、途中止まっていくバスもまた険しい山道を越え、どちらも面白いバスです。この一連の循環コースを小田急では箱根ゴールデンコースと呼んでいます。今年でその開発から60年になります。ご利用には箱根フリーパスが便利です。まずは小田原へ向けて突っ走るスーパー箱根号の走りは速やかです。最近小田急では東京周辺で線路を2倍に増やす工事を終わらせました。通常は上下1本ずつの線路がありますが、小田急では2本ずつあります。この風幅線によって急行や特急と各駅停車が別々の線路を使え、主に朝ラッシュの時間帯に効果を強く発揮しています。ちょうど車内販売が来ました。さっき実は飲み物ぐらいしか飲んでいなかったので追加でサンドイッチを食べます。車内ではカツサンドを食べることができます。テーブルを出していただいてよろしいですか。お姉さんにそう言われたのでやっていると、ちょうど手元からスプレーとダスターを取り出して何か吹きつけています。消毒の材料でしょうね。これを吹いて、小田急の車内販売の側でもこのように十分注意してくれています。お客さんもまた十分に注意をしてお互いに気をつけていくということが望ましいんじゃないかと思います。はい、これ美味しいんですよ、ヒレカツサンド。どうもありがとうございます。たいめいけん、日本橋の有名な洋食レストランです。中には一応おしぼりが入っていたので手も消毒しましたけれど、もう一度拭くということはしました。そして、まあ、消毒はしましたけど、あまり品のいい食べ方じゃないかもしれませんが、食べ物以外のところには全く触れないようにしました。これぐらい気をつけてもまあいいんじゃないかなと思いますね。口に触れることもちょっとやめておこうかなと思います。列車はどんどん進み、今もう本厚木の駅を通過しています。厚木市を過ぎると、これまでは結構住宅地、建物が多い都会的な景色でしたが、いよいよここからは郊外に入ってきたという感じ。小田急ロマンスカーはこれから先しばらく田舎のような景色を走ることになります。田舎とは言わないかもしれませんが、ともかく緑豊かで美しいところです。この GSE には先頭車両に展望室が設けられています。展望室は今回多くのお客さんが利用していたので、まあちょっと密になると良くないかなと思い、私は一般の客室、普通の空いているところを利用することにしたのですが、この GSE の素晴らしいところは展望室があまりにも巨大なので、別に展望室の利用をしなくても先頭車両に行きさえすれば前方からの景色を楽しむことができるということです。ちょうど青々としてきた緑、
これが前からそして右にも左にも流れ、乗っているだけで本当に楽しいところです。まるで劇場のスクリーンです。ロマンスカーにお乗りの間は移動の時間とて退屈することはないでしょう。この辺りは美しい谷川の地帯、沿線に見える川は四十八瀬川といいます。ロマンスカーのポスターの撮影地にも使われたところ。その地帯を過ぎるといよいよ車窓が開けてきて、列車は間もなく小田原に到着します。進行方向の右手にはこの辺りではっきりと箱根の山並みを見ることができます。まっすぐ行けば箱根の山ですが、ただまっすぐは行かず、ロマンスカーは大きく左へカーブをして箱根の山を迂回するような走り方をします。ここから見る山並みは見た通り大変険しくて、鉄道で越えていくことはそう簡単なことではありません。ちなみに今見えている山は外輪山といって、箱根の山の外側を構成しています。箱根の山は二重構造になっています。まず外側、ぐるりと取り囲む壁のような山をカルデラと呼んでいて、そのカルデラの内側に大涌谷や強羅などの名だたる観光地があります。ロマンスカーは今このぐるりと取り囲んでいるカルデラ、その壁のちょうど切れ目にあたる小田原の町へ近づいています。山の上には大きな湖芦ノ湖があって、そこから流れ出る早川が箱根の山を削りました。そして鉄道が通れる先人の谷ができました。これから箱根登山電車に乗り換えてその谷を登っていきます。新大阪行きは12時35分発です。東海道線下り、普通熱海行きは12時26分発。上り高崎行きは18分発です。お出口は右側です。本日も特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物をなさいませんようご注意ください。まもなく小田原に到着いたします。列車は小田原に到着します。ここでお客さんの一部は降り、残った全員が箱根湯本の駅まで向かいます。車掌さんの案内も大変親切でした。さっきもね、優しくしていただいて、前方1号車席が空いてますから、よかったら景色見に行きませんかと声をかけてくださったのです。この小田原の駅の紹介を簡単にさせていただきます。ロマンスカー箱根号にとっては途中の駅ですから降りる必要はないのですが、私は今回ちょっと仕事の関係で一旦この小田原に戻るなどもありまして、お昼ご飯はこの駅箱根そばというところで食べました。見た目雰囲気はね、普通の駅のお蕎麦屋さんなんですけども、私実はね、一回も食べたことがなかったんですが、小田急に精通しているうちのチャンネルによく出られる安西さんからですね、あの箱根そば美味しいからスーズ君食べてみなよと言われまして、そして今回ちょうど小田急の方にですね、そばもご馳走していただいて、それで食べることになったんですが、美味しかったですね。本当に美味しかった。あの普通のね、駅のそば屋って、まあいろんなところにありますけど、なんかそれのレベルをちょっと一段階上回っているっていう感じ。ちなみにこの箱根そばは箱根にしかないわけではなく、小田急線の沿線では結構あるお店です。よろしければ見つけたらですね、皆さんも試してみてください。私からもおすすめできます。私あんまそばってね、そんなに食べないんですけど、美味しかったんですよ。スーパー箱根9号箱根湯本行きです。次は終点箱根湯本です。さて引き続き箱根湯本へ。この駅でも箱根フリーパスというのを売っています。新宿からでも売っていますし、小田原からでも売っています。箱根へのお出かけには箱根フリーパスを買えば間違いはありません。簡単に元が取れます。ピポピポ警笛を鳴らして小田原駅への挨拶をします。小田原のお城が前方の席から見えます。席前の方空いてるからどうですか、またロマンスカーの車掌さんに教えていただき、さっきはね、混んでたから来なかったんですが、小田原で人が降りていきましたので、じゃあ空いてるからいいか、私も移動することにしました。大きな素晴らしい窓です。前も横も自分はまるで窓に乗っているんじゃないかという感覚がします。ここから先は箱根登山鉄道に列車が入ります。さっきまでは小田急線だったんですが、小田原駅から先ロマンスカーは箱根登山鉄道を走ることになっていて、左側には早速この列車でも登りやすい渓谷を作ってくれたありがたい早川が見えます。そして奥にも箱根の山並みがどんどん連なっているのが分かります。この山の切れ目のところを登山電車でこれから先ひたすら登り続けます。ロマンスカーが走っているこの辺りも十分に急な坂道ですが、これから先もっとありえないぐらいの大変な急勾配を鉄道の高い技術力を使って登っていくということになります。スーパー箱根号の旅はとりあえずここまでで終わりです。また重ねてのご利用をお待ちいたしております。
左側箱根湯本温泉です。箱根湯本というのは、まあ、箱根のまだ入り口に過ぎません。ここで来て帰るというのも、まあ、もちろん時間の関係などでそれであれば十分いいとは思いますが、まあ、もっと奥の方まで行った方がより楽しめるんじゃないですかね。町の拠点はやはりここになっているようで、箱根の町役場が左側に見えます。確かあれが町役場だったかと思います。左側にはたくさん車もいました。神奈川県内のお客さんが多いようです。ここから先は箱根登山電車にすぐ目の前にやってくる列車に乗り換えです。これまでのスーパー箱根とは随分見た目が違う電車がやってきます。基本的にこのような小さめの電車です。ありえないほど険しい坂道を越える、その光景をまずは皆さんに見て、そして驚いていただければと思います。何種類か電車があって、さっきやってきたのは戦前に作られたこの箱根登山電車の中でも最古参の車両です。これがその信じられない険しい坂道、80パーミルと言いまして、日本で一番急な坂道です。この箱根登山電車は昨年秋に発生した台風19号のひどい被害を受け、線路が破壊されてしまったために長らく運転を見合わせていましたが、工事が終わり晴れて7月23日に運転再開となりました。誠におめでとうございます。早速箱根湯本の駅を出発。さっき私が撮影した険しい上り坂にもすぐ差し掛かります。左手には箱根の温泉街、美しい景色。一方で車内はなかなか険しいことになっています。つり革が斜めになったり、まあ、うっかりすると足がちょっともつれてしまうかもしれない、そんな坂道です。列車に乗っていて自分の坂道を感じるということはあまりないのではないかと思います。かなり新鮮な体験です。温泉街の景色を見ながらしばらく進むと、一気に山の深いところへ入ってきます。遠野沢という駅を出ると、長いトンネル、そしてこの上りの坂が前方にまるで空の上へ登っていくんじゃないか、そんな気分まで味わわせてくれます。本当に凄まじい景色です。険しい坂道ですが、しかしきちんとした安全装置を持っているので、ここから列車が落ちていってしまうとか、そういった心配をする必要はありません。登山電車のすごいところは、その技術が大変古いものであるということです。最近の新しい技術を使って最先端の技術で作った鉄道というわけではないのです。登山電車の建設は明治大正の時代に始められました。この車両も昭和の初期頃、大変古い車両です。眼下に早川の計画を見下ろすことができるこの鉄橋は、日本で最も古い鉄道用の橋梁です。確か1880年代に作られたんじゃないですかね。一度渡った後、出山信号場というところに泊まるときにもう一度見ることができます。またスイッチバックも登山電車の面白みの一つです。このようにお互いに今列車がこちらへ近づいてきました。それぞれ山を登る列車と山を下る列車です。この信号場というところで出会った後、お互いに進行方向を逆向きに切り替えて反対方向へ向けて出発していきます。山を一気に登ってしまうと高さを稼ぎすぎ、そして坂道が急になるので、少しずつ山を登るということをします。そのための工夫です。険しい山道は何も坂道だけではありません。このカーブもまた鉄道にとっては大変険しいものになっています。沿線には国道1号線などが通っています。これ今脇に見えるのも箱根駅伝で有名なヘアピンカーブではないですかね。そして小脇谷の駅に到着しました。標高一気に523メーターというところまで来ました。駅前にタクシーがいて、ここは観光に手頃だろうと思い、私が目をつけて降りてみたのです。途中下車の様子を紹介します。タクシーで出発しますと、早速険しい坂道、いやこれはタクシーでよかったと思ったところでした。本当はね、徒歩15分ぐらいということだったから歩いて向かう予定だったんですが、もう暑いしね、私以外にも他に今回は2人おられまして、3人体制で撮影しておりますので、ちょっとこれはまずいなと思ってですね、タクシーで行ったら正解でした。運転手さんに、すいません、地筋の丈お願いしますと言いましたが、あのね、途中のところからもう歩いていくことになるんだよねと教えてもらいまして、あ、そうですか。運転手さんには車を止めて待ってもらいました。しばらく歩きます。昔ながらの箱根の山道という感じがします。大変いいところです。そして到着しました。これが地筋の滝。Google マップで適当に調べていったんですけれども、大変いい場所でしたね。他に観光客はいませんでしたが、滝がもう涼しいし、空気は美味しいし、素晴らしい場所です。箱根は大変水の豊かなところです。地下を流れる豊富な伏流水が今ここから地上に湧き出ている。ここはそんな極楽浄土のような美しいところ。いつまででもここに滞在していたよ。本当にそう思える素敵なところでしたね。ここ結構ね、穴場だと思いますよ。反対側にもこんな風に谷川が流れていますが、まあ、実はこの川もさっきの滝もちょうど背にしたような場所にあって、1回の目でだいたい2箇所、3箇所ぐらいの滝、こんな水の流れなどをたくさん見ることができます。地筋の滝、こういう字を書きます。ぜひね、インターネットで調べて皆さんもね、行ってみていただきたい。観光客いなかったし、あんまりネットでも紹介されていなくて、一緒に行った小田急の方もね、あ、
ここはいいね、そんな風におっしゃってました。いや本当にいいところでしたよ。しばらくは私のナレーションもなく、ぜひゆったりとこの景色をご覧になってみてください。箱根の地下水はただ美しく、また美味しいというだけではありません。箱根登山電車の運行にも地下水が大活躍しています。先ほど紹介した険しいカーブ、そこを越えるために電車は水をまきながら走ります。その水は箱根の地下水なのです。もちろん飲むこともできます。箱根登山電車の駅で箱根の森からこんな水を売っておりまして、確か買うと箱根の森の保全のために1本1円寄付される、そんなことになったかな。美味しく美しく、そして便利な箱根の水、結構駅からも近く、タクシーで行って待ってていただいて、そして戻って、全部でそれで多分1500円ぐらいだったんじゃないかな。駅から1メーターという近さです。上りはタクシーで行って、帰りは自分の足で降りてくるというのもいいかもしれません。ここで箱根の水買えばよかったんですけど、多分水は買ったからでしょうね。麦茶飲んでやがるの、これじゃダメですよ。さてここから先、箱根登山電車終点の強羅までもう少しだけ登っていきます。最新型のアレグラ号という電車が連結されています。これには前からぜひ乗ってみたいと思っていました。景色を眺めるのにこれ以上素晴らしいものはないでしょう。この車両のやはり一番素晴らしい場所は、前の車両と連結している部分から見た景色ではないかと思います。まさに幼鳥の象形と呼ぶべき苔滑らかな登山電車の沿線の景色を、前の車両が頑張って走っているのを見ながら、自分の電車もまたこのように頑張っているのだということを実感しながら進みます。いかに普通の車両と全く違う走り方をしているか、よく理解することができる光景かと思います。車内もこのように美しく、また混雑していてもお客さんが立って落ち着いて景色を見ることができるように、さまざまな配慮がなされているようです。さて今夜の宿は終点の強羅駅の手前、進行方向の左側に見える湯戸和というところです。もともと保険会社の保養施設だったようですが、それを小田急グループが買い取りリノベーションして、新品同様の綺麗なホテルになりました。登山電車の終点はここです。強羅の駅、山小屋のような造りです。そこからしばらく歩きまして、しばらくっつってもほんとすぐですけどね。こちらがホテル湯戸和、できたのは昨年の夏、ちょうど今できてから1年ですね。今回は箱根登山電車プランというのがありまして、それに泊まらせていただくことになりました。コンドミニアム館というのがあって、すぐお隣にこういうですねマンションのような作りがあって、オートロックマンションってなんか新鮮ですけどね。これでガチャッと開けると自分の部屋へ進む、なかなか不思議な体験です。いいですねこれ、立派な中庭もあって、建てられたのなんか30年ぐらい前らしいですよ。全然ねそんなことは思わなかった。小田急の社長が言うには、これは普通に建てるよりもかなり大変な工事であったとのことです。これが自分の部屋なんですけれども、 C201。 ここからは私が自分で実況しますので、どうぞご覧ください。すごいすごいですよこれ。おお、なにこれ。これね、一泊何万円だったかって聞いたら、まあ、大体、2人で泊まると4万円から5万円ぐらいかかるらしいんですよ、2食付きでね。それでこの広さだったらね、金額的には高いですけど、安い方だと思う。こんなに広いんだ。写真見て、なんかすごそうな部屋だなと思ったけど、思ったより、おお、なんかあれだな、こういう例えしていいのか分かんないですけど、友達の仲いい友達のうちに敷いてある絨毯みたいなのあるわ。ああ、いいですね、これ。でね、今回登山電車プランということなんですが、これこうやって開ければいいのかな。ちょっと開け方が正しいのか分かんないですけど、目の前にそこにこう見えるそうですね。電車も来た来た。
これ何号だっけ、ベルニナ号だったような気がするんですけど、ちょっと自信がない。レーティッシュ鉄道で前に乗った急行ベルニナ号と一緒でしたよ、色が。いや本当に部屋も大変良くてですね、壁にもこんな感じで結構ね徹底的に登山電車飾ってあってですね、まあ、しかも割と有名な写真、有名というか傑作の写真がこれだって 4両編成組んでるもんな、雪の中でこれ色が統一した、これ前の車の引退するの結構昔の写真じゃないのこれとかね。それからあの前面の LED にアジサイ号って書いてありますけど、アジサイが咲いている時期に多分前面に表示する LED なんでしょうね、出してたりとかね。グッズもくれるんですけど、あらこれよく見たらあれだな、あの前のあの旧型車の103と107ってこの旧型の2両編成組んでたやつのラストランの時の記念グッズだ。それからこれも100周年になった時のちょっと前のやつですね、こんなやつまであるし、これはなんだ、これはマグネットだな、これ冷蔵庫に飾る、これもこのラストラングッズ結構貴重なものくれるじゃないですか。とあと、へえ、あ、時刻表、これも明日の予定組むのにはちょうどいいですよね、これ分かりやすいのに結構組んだんですよ。いやこれ面白いですよ、ここのねゆとわさんが出してるプレスリリースが今ありますけど、1日出限定箱根登山電車ビュー客室で過ごす夏休みの宿泊プランが新登場、まあ、今回はね一応企業案件ということではあるんですけど、別になんか宣伝のためにあのこれをやってるというよりは普通に分かりやすい資料だから皆さんにあのご覧に入れてるだけなんですけども、あのあれですね、自家製自家源泉かけ流しの温泉ビューバス付きなので客室にこもって3密を避けて滞在をすることもできます。そうですね、外もね変化があるし、それから今音が聞こえるんでまだ見てないんですけどね、これに客室にこのお風呂もついてるわけですよ、立派な色付きの温泉だ。これありますからね、登山電車を風呂の中に入ってずっとこう見下ろしていいわけですよ。また私はね熱いお湯があんま得意じゃないんですけど、あ、まあ温度そんなめちゃくちゃ熱いってこともないか、まあまあちょっと熱め、まあぬるくしたければこれ自分で入れるかぬるくすりゃいいですからね。これがね、あのやっぱ普通の風呂のところだとあんまそういうわけいかないじゃないですか、あの勝手にぬるくしちゃったら他の人がね、あのお前何ぬるくしてんだよとかあるかもしれませんけどね。あ、蛇口のところに温泉の成分がついてますよ、いいですね。で今ね、6時半になりまして、6時半からあの夕ご飯の時間なんですけども、涼しくなりましたね、やっぱり夜山の上に登ってくると違うわ。これ本当に燃えてるんだな、熱いわ、燃えてるわ。こんなラウンジになるものがあってですね、いい匂いがする、デトックスウォーターズもあります、夏の爽やかデトックス、これいいな、これ余ったやつ僕にくれないから全部食べてあげますよ。いろいろ他にも、ね、気になるものがあったんですけども、夕飯の時間だから待たせたと悪いよ。これあれだな、水族館みたいな魚いないですけど、魚以外いない以外は完全に水族館だよな。あとでまた来ますけどね、いや大したもんだこれ。あ、ちょうどいい、誰もいない。あるんですね、最近ではコロナウイルスの、ね、対策ということで、もうほとんどのものはあのバイキングでなく直接持ってきてくださるんですけども、ね、全部ラップしたくて、ね、だらけのものがあふれる。私に似つかないと思うけど、実は結構好きなんですよ、イタリアで食ってこんな美味しいものなんだから。タケノコの質問、何でも取っちゃうかな。旅館のご飯って結構お腹いっぱいになるじゃないですか、あんま無計画で取らないから。はそれからあまり無計画に喋らない方がいいかもしれないですね、マスクしてるから。このもあります。なんかあれどっかニューヨークかなんか行くんじゃないかみたいな感じ、わけわかんないこと言いましたけど、多分意味不明だと思うんですけど、あの国際線のラウンジ、あの国際線のファーストクラスが乗る時にこういうの並んでるんですよ、なんかあれみたいな高級感があるなということを言いたかったんですね、ちょっと分かりづらかったですね。あとはね、ここ本当に気が利いてるなと思ったのに、ここにあのハンドジェルが置いてあるわけですけど、もう本当にいろんなところに置いてあって、何かにこう手を触れるたびに消毒をすることができるぐらいね、たくさん置いてありますから、やっぱり旅行行くのはいいんだけど、あの十分注意してやんなきゃいけないっていうのはあのみんな分かってるところだと思うんですが、その注意もね、重要にもちゃんと答えて、ありがたい話です、本当に。ちょうどね、水などもらってきたらば、タイミングよくこんなもん届いたんですけど、あ、立派だな、これ、しかも2段になってるわけです。あの基本的にバイキングではなくてこのように持ってきてもらう方式になっておりまして、あ、これは富士山みたいなやつだな、なんか上に乗っかってる。旅館にありがちなね、この固形燃料のやつですけど、上に乗ってるのはありがちじゃないですよ、これはブイヤベースです。あのマルセイユの名物ですね、私もフランス行った時に食べようかと思ったんですけど、マルセイユの治安がめちゃくちゃ悪いと聞いてね、ビビって行くのはやめました。
じゃあ、ね、全部揃ったところでマスクを取って食べますよ。バイキングのところではマスクしていった方がいいと思いますけどね。感染対策を徹底した上で、旅行するってよく言われてますが、ぼんやりとイメージするんじゃなくて、まあ、こういうのが例かなと思いながら皆さんに手本っつったらおこがましいですけど、まあ、参考にしていただければなと思うことが数多くあります。でこれなんですが、鮎の塩焼きね、まあ、やっぱり鮎の塩焼きは冷めるとあれだから先にこれ食べた方がいいんですけど、こうやって持って食べていいんですかね、よくわかるのが、まあ、冷めて食べるのが一番鮎にとってマナー違反でしょうから、冷める前にとりあえず大急ぎで食べることにします。ちょっとカメラの方すみません待ってくださいね。あんまうまく撮れないですけど、まあ、そうですよね、撮れてます。レモンもあるから、レモンまあアルコール消毒はしたけど、もう箸使ってやった方が安全ですね。あまり手つかみで食べ物を食べるという習慣はもうここ何ヶ月かでほとんどなくなってしまいました。これで絞ってつける無理があるけど、こんな立派な旅館に用意してもらって、それで万が一クラスター発生させるようなことになったら申し訳が立たんですから、うん、鮎の塩焼きなんて旅行行かないと食べないじゃないですか。久々ですよね本当にね。オーダーバイキングって言ってね、こっちからお願いすると作ってもらえるバイキングで、こんな結構上にシソなんか乗っててね、風味豊かな、なんだこれ、トウモロコシご飯もらったんですけども、これもね、もう見たらいろいろ豪華な、こう天ぷらとか、うん、天ぷら食べ放題ってこと、しかも多分結構揚げたてに近いやつが来るんでしょ、こうだし巻き卵とか唐揚げとか、かわいい、かわいいよな、こんなに、出ましたよ、これハムね、ハム。デラックスアナゴみたいな味がします。高級なね料理とか食べると結構お目にかかる機会のあるものです。ほんとね、贅沢にも味噌汁までもらってしまったんですけど、その脇にもブイヤベースができてきてますんで、じゃあですね、それでもらってきましたけども、いやなんか多分海産物だったら白ワインになるので全然よくわかんないんですけど、うん、あんなの飲みやすい気がする。甘すぎず、なんか辛すぎずみたいな感じで、ぶどうのいい香りがしますよね。僕ね、全然ね、お酒なんか飲まないから、今回はちょっと、やっぱ案件のこのホテルまで用意していただいたんで、これはアルコールのフリードリンクがついてるっていうのが多分売りだと思うんですよ。で、飲み放題なわけですよ。で、飲み放題なのに、ちょ利用しないっていうのはあれだろうなと思って、それ飲んでるんですよ。これね、2018年になんか作ったね、チリ産のワインだと書いてあるんですよ。チリのワインってのは美味しいって話聞きましたよ、どうだったかな。それからその感じのブイヤベースですけど、皆さんこの大きなこれカネ、あらかじめ大体のものカネス調理が済んでるんだそうで、そんなに火の配慮を気にしなくてもいいそうです。あ、いいタイミングでできたね。あ、いいよ、ちょっとよくわからなくてごめんなさい。こんなにいろんな香りがするんですね。これはね、ご飯と一緒に持ってきてもらった味噌汁なんですけど、味噌汁じゃなくてね、どうせだったらアサリの味噌汁って言えばいいのに、ずいぶん謙虚だなと思いますけど、アサリの香りがね、もうプーンと立ってきて美味しいですよ。もう食べ放題だっていうからね、何でも頼んでしまったんですけども、立派な天ぷらですよ、これね、こうエビがダブル。じゃあこれで全部ですけどね、多分めちゃくちゃうまいデザートみたいなミニトマトだと思います。うん、はい、やっぱ美味しいね。レモンが甘くなったら美味しい。これ食器品だけど、こういう可愛らしいですか。美味しいゼリー自体でしょ、よかった。お腹いっぱい食べて自分の部屋に戻るわけですが、図書館のような内装のラウンジ、ここはなんか内装が図書館みたいなというか、図書館が売りらしいんですけども、あ、いや、これ下がないでしょ。まずアルコール消毒ね、こんなおもちゃコーナーあるわけですよ。お、何これ、あ、ここ神奈川県内なんで上毛カルタあるかね、これ分かりますか。群馬県民だったらね、みんな知ってるそうです。僕群馬県民じゃないので知りませんが、これはもう群馬県民用の遊びですよ。これ誰群馬県民だったら分かるんだろうな。これも群馬県民だったら分かりやすいと思います。僕は群馬県民じゃないので、分からない。けはこれは県庁所在地の前橋の町並みですかね。高崎の方が立派なんですよね。まあ、ともかくこういうわけですけども、
あの群馬県民のね、いろはが全部詰まってるやつですが、あの僕の分かんないこれ、けん玉ピンク色だなこれ、ちょっと小さいなこれ、子供用かこれ、あれ、いや子供用とかあんの、けん玉って子供のやるやつなの、その小さいの、できるか、おお、あできるできるできる、けん玉得意なんですよ、おお食べない食べない、ごちそうでしたけど、おっとダメージ、これかっこよくかっこよく決めたいですね、はい、いきますよ。はい、行きましたか、はい、かっこよく決めたいですね、あ、やばい、分かった、次、大技なんですけど、おお、これ一発決まりだ、箱がつくうちにやめてきます。さらに、こんなのもありました、これは一応スーパーヨーヨーでしょ、違うかな、確かスーパーヨーヨーだと思うんですけど、いや、うまくできるかな、ちょっとね、あの帰ろうと思ったらなんかヨーヨーもありますよって、お尻もって、あ、ヨーヨーあるのか、やってしまってるわけですが、あ、またなんか指が子供用だけど、まあ別に、まあ、これ確かね、そう、こういうやつは久しぶりにやってる、これが名物のやつだと思います、なんつうの、なんとかね、ライブラリーって名前があったんですが、こういうことでしょう、私は大人一人なんで、一人で座るしかない、例えば、ね、お子さんと一緒に来てここに一緒に座って、まあ、本読むみたいなのをするわけですよ、子供に読ませたい本といえば時刻表、時刻表は置いてないな、さすがに、あとですね、こちらのまあ、無料ラウンジがあるわけなんですけども、白ぶどうっていうのか、白ぶどうはよくあるけどレモネードっていうのもあるかな、あの滞在中要するにこれあれでしょ、まず飲み物飲み放題なんですよ、で、まあ、レモネードもらったんですが、こういうのもあってですね、あ、ごめんなさい、ちょっとまだ、こういうのもあってですね、おつまみとそれからなんかお酒があって、これウイスキーでしょうね、あとはなんかこういうリキュールっていうのか分かりません、まあいろいろありまして、焼酎もあって、要は、あ、ごめんなさい、飲み放題なんでしょう、滞在中ずっと、すごいですよね、あ、7時から10時まで飲み放題なんだ、でもだからまあ3時間の間に、うん、たくさん詰め込むって感じかな、このレモネードね、さっき飲んだんですけど、この手のドリンクバーの中じゃ一番美味しいですよ、なんかこんな美味しいの出せるんだったら、なんか他のファミリーレストランとかも置いてくれよとかね、サントリー系のやつ、サントリーいい仕事しますよね、本当。さっき入ってきたところの夏の爽やかデトックスウォーター、デトックスってなんか体の悪いものを出すみたいなやつですね、もらえるものは何でももらう、まずちょっとこれもらいます、あ、ちょっと殺菌してから、あ、でも下から上がってくるときに下から大丈夫、あ、なんかパイナップルのだし汁って感じです、まともに聞こえないかもしれないですけど体には良さそう、それでお楽しみのお風呂ですが、今回は、ね、自分の部屋のやつだけを使うことにしました、まあ、ここはね、あのパンフレットを拝見しましたけど、女性そして今湯本から登ってきました、これが箱根登山電車の今日の最終便です、時刻は間もなく23時、こんな遅い時間まで走ってるなんてすごいっすよね、本当にそれしか言ってないけど、
やーでも本当たまにはこういうのいいっすね。もう何ヶ月ぶり、やっぱさっきも言いましたが半年ぶりぐらいだと思うんですよ。今回はね、なんか旅館に泊まって夕飯を食べるという行為のなんかリハビリっていう感じだったの。しかもすごいこれ豪華ですよね。これね、ここでなんかゴロゴロするじゃないですか。もうこのまま気づいたらもう翌朝ってパターンだと思うんですけど、まあそれでも全然構わない。もうこんなリッチならね、このまま翌朝になって、ああよくないって、ああ今日も頑張るぞ、そのままね、ここから先さらに総雲山の方面まで登っていく、全く問題ない。じゃあ11時になりましたんでね、今日は寝ることにいたしまして、また明日も朝早めに起きて朝ごはん食べ、いろいろありますので、貸し切り風呂の予約もしました。お楽しみに。まだ2日間続きますよ。どうもありがとうございます。おはようございます。早速ですね、登山電車の音なんかも聞こえておりますけれども、日付が変わりまして今日は2020年の8月の6日でございます。今日はね、貸し切り風呂を予約しといたんですけども、結構人気でしたよ。もう8時の回と6時の回しか残ってなかったですからね。今8時なんですけど、さあどんなかな。おお、結構広いじゃないか。すごいですね、貸し切りの大浴場みたいな感じじゃないですか。結構大きいですよ、私が一人に入るには。お湯が外へこぼれている。この今撮ってるカメラね、30万ぐらいしますんで、落としたら大変なんですけど。ああ、いいですね。ああ、よかった。まあカメラも大変だけど、まだデータのバックアップ取ってないんで、データがぶっ壊れたら小田急さんに何度お詫びすればいいやろって感じですからね。絶対話せませんけど、お湯がこんな感じで、ね、茶色に濁ってるんですよ。まあ、昨日 の自分の部屋のお風呂もね、皆さん見ていただいたと思うんだけど、雰囲気があっていいよな。お風呂上がったら、ね、すぐに朝ごはんです。朝ごはんの時間がね、8時半最終入場で、実は結構時間ギリギリだったんですけど、ね、持ってきてもらいました。こっちにね、昨日のバイキングと同じ要領で小鉢が並んでいました。他にもいくつかありますが、神奈川県らしくシラスと大根おろしと、あとは、イクラなどもらってきましたが、これデラックスだな、随分ね。あ、味噌汁の具もやっぱり朝もいっぱいあるわ。マスク、この小瓶のところに挟んでいきますね。で、早速何か食べてもらってみると、この箸も立派だな。いつもはね、塩分控えるんですけど、このぐらいかけようかな。このぐらいでいいかな。全部いっちゃうか。全部乗せてですね。これなんですけどね、天気通りの外が柔らかく中が硬いちゃんとした温泉卵ですよ。まあ、なんかね、ふざけた温泉卵だみたいなこと言って、全然関係ない動画でですけど、スーパーで買ってきた温泉卵に文句言ったことありましたが、温泉卵とか言いながら半熟卵になってることなんですけど、これが正しいね。中がちゃんと固まってて外はトロトロ。生姜が効いておりましてですね、めちゃくちゃ美味しいですよ。これでご飯なくなってしまうな。大変素敵な部屋でしたけども、これにて出発のところでもやっぱり登山電車これあれだな、遠野沢の駅でしょうね。違うかな、違うかもしれないな。それでは強羅駅より2日目の行程に出発です。箱根ゴールデンコースでは次はケーブルカーに乗って総雲山駅ということになっています。ただ別にすぐケーブルカーに乗らなくてもいいわけです。強羅駅を拠点に各方面へ出ている観光施設巡りバス、箱根登山バスにも箱根フリーパスで無料で乗ることができます。右側に強羅公園が見えます。大正3年に建設をされた箱根登山鉄道の貴族の社交場です。これも箱根フリーパスがあれば無料で入園できます。この辺りを過ぎると急に狭い右へ左へうねった、まさに幼鳥の象形と呼ぶべき道に入ります。こんなところ普通の路線バスでぐんぐん走ってしまうんだから大したもんです。運行の本数もそれなりに多く確保されています。この箱根観光施設巡りバスへ乗れば様々なところにある美術館巡りなどを楽しめます。ちょうど途中有名な強羅美術館の前に来ました。美術館の方がバス停の周辺などを一生懸命掃除されていました。いつくらは高原といってもね、やっぱ夏で日光もあって暑いですから、そんな時にここまでこと細かに掃除をしてくださってありがたいことです。私が行くのは強羅美術館ではなく、もう少し先のラリック美術館というところ。ラリックはフランスのガラスや宝飾品などを扱う芸術家です。美術館の雰囲気はいいのですが、ただ中を撮影して公開するということはできません。一方で一箇所だけ撮影の自由なところがあります。オリエント急行の展示会場です。
このオリエント急行の車両はもともとフランスで活躍していた本物のオリエント急行車両。ラリック美術館にはこの車両が展示されていて、中でお茶などを楽しむことができます。プルマンファーストクラスと書いてあるんですけども、まあ、これがフランス語ですので、ちょっとパッと見たところではまあ分かりにくいかと思います。上には豪華列車ノスタルジーイスタンブールオリエントエクスプレスと書いてあって、現在ではこの列車はフランスでは運転されることがなくなってしまいました。ノスタルジーイスタンブールオリエントエクスプレスは日本の線路の上を走ったこともある。そしてこの車両も日本の JR の線路の上を走ったことがある。日本とも関わりの深い車両です。なぜこれがラリック美術館に展示されているのかといいますと、実はオリエント急行の内装は基本的にラリックが担当しているからです。このように中に入って、まあ、今回はですね、取材ということで撮影をさせていただいたので、お茶などは飲んでおりませんが、私もオリエント急行本物に何回か乗りましたけどね、本当にこんな感じですよ。基本的に同じですから。前にも一度来ましたが、確かに実際のオリエント急行と全く同じ印象を受けました。大変貴重な場所ではないかと思います。この車両は食堂車ということになっていて、ここは個室のスペース、大きな椅子が室内に配置されています。座り心地のいい椅子です。中には藁が置いてあるんじゃなかったかな。結構古い椅子ですよ。大昔からずっと使っているものだと思います。だから昔の座り心地。扇風機が置いてあるのは室内の換気のためです。この椅子は列車の中で組み立てて、そしてこのままでは車両の外へ持ち出すことはできないという仕組みになっています。だからもし外へ持ち出すとしたら一旦壊さなければいけないわけです。おそらく車両と運命を共にする、そういった椅子たちだと思います。ラリックが手掛けた作品というのはどれかと言いますと、これです。ブドウとそれから裸の乙女、それをうまく一つに組み合わせた作品で、オリエント急行に乗ればこれを至るところで見ることになります。他にもう一つ客室内で目立つものは、天井についている電球の傘です。この形が何だかは明らかになっていないそうですが、貝殻を組み合わせた形ともチューリップをかたどったとも言われています。実際オリエント急行の客室内の照明も基本的に全部これになっています。本当にオリエント急行に乗っているという感じがしてきます。お食事の時は事前に予約をして、1回2000円で40分間ほどこのオリエント急行の車両を楽しむことができます。ここにボタンがついています。日本で走っていた時にも実際に使ったそうですが、ボーイさんを呼ぶ呼び鈴です。お食事の時などにお皿下げてくださいとか、そういうことで呼ぶことができるわけです。こちらにもまた個室タイプの客室があります。ここは今のオリエント急行に乗る時には別料金かなんか、そういう風になっているようですけれど、壁のところにやはりこれもラリックの作品だそうです。実際オリエント急行に乗ると様々なラリックの作品を見ることができます。客室内の雰囲気は全体的にはこのようになっています。左右の乙女の装飾と天井の電球のランプシェード、これがオリエント急行の共通的な特徴です。箱根にはこのようなおしゃれで洗練された美術館が数多くあり、箱根フリーパスを持っているとその奥で割引などの特典を受けることができます。ちなみにこのオリエント急行のお茶体験ですが、これは時間の予約制となっておりまして、事前の予約はできなかったようです。それから時間ですが、今は新型コロナウイルスの関係で清掃や換気に時間がかかるということで、いつもよりも間隔がまばらになっています。ですからこれを楽しみにされる方はぜひ事前にですね、お問い合わせになって、それで注意していかれるとよろしいかと思います。さて、それでは引き続きこの観光施設巡りバスに乗り、まずは強羅駅へ戻って、その後はゴールデンコースをたどる旅の再開です。帰りのバスはすごいやつが来ましたよ。右にも左にも、そして天井にも窓がついていて、箱根の美しい緑に包まれながら木漏れ日を感じることができます。乗ってるだけで面白かったこのバスはスカイライトという名前がついていて、どうも3台あって、おそらく運が良ければ乗れるんじゃないかと思います。実際に乗っているだけでも楽しめる、それをコンセプトに作っているんだそうです。終点の強羅駅では土地が狭いからですかね、こんなターンテーブルを使って進行方向の切り替えをする珍しい光景を見ることができました。引き続き今度はケーブルカーに乗って次に早雲山へ向かうと言いたいところなんですが、実はですね、この日大変タイミングが悪く、2020年の8月の6日にはケーブルカーがたまたま壊れてしまっておりまして、最近新しくなったこの箱根のケーブルカーに乗ることはできませんでした。ここから先は箱根登山鉄道高作線という鉄道の路線に乗っていくはずでしたが、しかしこれだけはどうしようもない、今日は調子が悪くて走れないというので、
箱根登山鉄道が用意してくれた代行バスに乗ってこの道をたどることになります。皆さんはぜひこれに乗って楽しんでください。いつもは動いているはずですから。その代わりに箱根登山バスに乗っていくことになるわけですが、もちろんケーブルカーと同じような坂道を進んでいくわけです。ケーブルカーとどっちが坂道が強いのか私は分かりませんが、ただ自動車は鉄道よりは坂道に強いとは言ってもですね、まあ、こんな急な坂をバス通りといってバスが頻繁に行ったり来たりするのはかなり凄まじい光景かと思います。割とすぐに着きました。15分ほどで到着した早雲山の駅。ここから先はロープウェイに乗り換えることができます。火山ガスが来るので体調あまり優れない方は気をつけてください、ロープウェイには乗らないでくださいねと、そういった案内もありました。このロープウェイももちろん箱根フリーパスで乗ることができます。これかなり安いと思いますよ。新宿でロマンスカーの特急券を抜いて5700円で往復できます。ロープウェイにはすぐ乗れますが、しかしその前に最近ちょうど新しい展望台がオープンしたようです。早川が流れていく小田原方面の渓谷、箱根外輪山の切れ目を眺めることができる、こんな素晴らしい足湯までオープンしました。ちょっとソーシャルディスタンスみたいな感じでね、他の家族連れと私が一緒になってしまうと良くないと思ったので私は近づきませんでしたが、箱根登山電車そしてケーブルカーどちらも迫力のある乗り物ですから、ここでちょっと気分を変えてからロープウェイに進み、また空の旅を楽しむというのもいいかもしれません。さてこのロープウェイですが、お客さんを1回に18人も運ぶことができます。ただ新型コロナウイルスが今流行っているので、なるべくお客さんを集めないようにと12人に減らしているそうでした。実際には私たちの時には2グループずつということになっていまして、前のお客さんとそれから私たちで5人の乗車ということになりました。車内ではなるべく喋らないことにしました。お互いに密閉な空間ですからね、声を出すともしかしたら向こうに何か影響が出てしまってはよくありません。このロープウェイは世界で一番多くのお客さんを運ぶロープウェイとしてギネスの世界記録に登録をされたということもあり知られています。そしてまた日本一のロープウェイでもあります。その運行の距離の長さが日本で一番長いのです。途中には2つの途中駅を持つ、これもなかなか面白いロープウェイかと思います。ドアを閉めて速やかに出発。この早雲山を出ると次の停車駅は大涌谷駅です。到着いたします。箱根ならではのナイカムラがまさに空中散歩気分でご覧いただけます。雄大な箱根の景色をゆったりとお楽しみください。下のところで自動車がうねうねくねっている道を頑張って登っているのが見えます。ロープウェイであれば一瞬です。そしてまた箱根の外輪山の内側、自分が取り囲まれているという感覚を初めて持つことができるのがこのロープウェイです。箱根は本当に面白い地形。もともとは富士山のような高い山でしたが、それがマグマが全て火山で抜けてしまって、そして真ん中の部分が陥没し、もう一度噴火をして二重の山になりました。ロープウェイで一気に山を登っているとだんだんと硫黄の香りが漂ってきます。この先の大涌谷では随分火山ガスがたくさん出ていますので、もしも気分が悪くなった時にはと車内に非常用の酸素スプレーがたくさん用意されています。中身を使ったら駅員さんにお知らせすればいいそうです。そしてこの先のところジェットコースターポイントという名前がついているようですが、ロープウェイがずっと登っていたところが急に下り坂に変わり、一瞬だけふわっと浮くような感覚を得ることができます。そんなに怖くはないですけどね。まさに空中散歩という感じ。ここの山を越えるとここから先がいよいよ大涌谷です。地獄のような美しい景色をご覧ください。温泉において地獄というのは褒め言葉だと思っています。2015年の秋頃に大涌谷の火山活動がさらに活発になり、新しい火口などもできました。前よりも迫力のある景色になったようです。ロープウェイの中には異様な香りがどんどん入ってきます。このすごい地形の上をロープウェイでビュンと飛び越す、こんなに面白い経験はなかなかないんじゃないかと思います。ロープウェイってのはそもそも景色がいいですが、でもこれはその中でもひときわですよね。真下にはこれは多分温泉を作っている施設ではないかと思います。大変濃い硫黄の成分が下から上がってきて、それを箱根の地下水と混ぜて温泉を作り上げるのです。こちらでもまた多分これも温泉を作っているんじゃないかな。もしかしたら他の施設かもしれません。ちょっと上からだとあまり私も見ていてわからなかったんですが、多分そうではないかと思います。でもこれを上から見下ろすことができるなんてすごい楽しいですよね。ちょうどこの画面の目の前に映っているのが箱根の山の内側となっています。この辺りはあまり地上の部分からでは見ることは、まあ、そんなに簡単ではないんじゃないかと思います。昔はここで火山活動が活発になる前は木々も青々と葉っぱを広げていたようですけれど、現在はガスが濃くなったので全て枯れ果ててしまいました。ちょうどそのエリアが終わった安全そうな場所に到着をすると大涌谷の駅になっています。
ここでロープウェイは一旦全てのお客さんを降ろし、乗り換えが必要ということになります。このように大きな、かなり充実した設備、まるでスキー場なんじゃないかっていうぐらいにね、頻繁にゴンドラがやってきます。こんなに頻繁な運行しているのは他にはないんじゃないかと思います。それでも混雑している時にはお客さんがたくさん並ぶということもあるようです。向こうには富士山が晴れていれば見えます。前に私乗った時はね、晴れてたんでよく見えましたよ。多分冬の時なんかに来るといいんじゃないでしょうか。よく見える富士見の名所かと思います。この大涌谷の駅から目の前に素晴らしい景色を楽しむことができます。そしてね、この辺りまで来ると涼しいんですよ。さっきまで暑い暑いと思っていたのに季節が戻ったような気がします。標高は 1044m。 ここが箱根ゴールデンコースの中で最も標高の高いところです。この大涌谷はいろいろ楽しむところもあって、お食事どころなどもあり、休憩のスポットとしてはぴったりです。気候もそれにぴったりかと思います。皆さんにぜひ見ていただきたい場所があります。私個人的におすすめのところ、箱根ジオミュージアム、100円で見学することができます。はい、それでね、取材のお許しもいただいたんですけど、これですね、あの箱根の山の成り立ちがここに分かりやすく出ております、まあ、こんな感じで、もともと富士山みたいな山だったんですけれども、それがですね、大爆発をしまして、なんか身も蓋もないみたいな感じですが、あの、まあ、もう一回、もともとこういう形だったのは、ここがですね、ボーッと全部吹っ飛んでしまったわけですよ。で、吹っ飛んでしまって、あの、このような大きな陥没の状態になったということでございます。はい、じゃ続き。もう一度噴火が起こって、もう一度その中に山が発生したというのが、この辺り、大涌谷の一帯でございます。ですから、まあ、この噴火をするようなね、まあ、出口に近いところですから、硫黄の香りがここであっても強く感じることができるし、それからまた、まあ、時には、ものすごい噴火をしてですね、この間のガスのあれで規制で立ち入ることができなかったとか、そういったこともありました。ここにですね、この立派な模型があるんですけども、これ最近作られたやつだそうです。2016年の10月4日に撮影したデータを元に作ったと書いてありますけども、あの2015年、僕がね、高校3年の時にね、まあ、岩倉高校ってね、電車の勉強、鉄道会社するところ、僕出身だったんですけど、そこで小田急に就職する友達がね、なんか大涌谷の噴火のことを面接の練習で言ってた記憶ありますが、その時のもう、ここで大噴火してしばらく来ることができなかった、その噴火の噴火というか、まあ、大きな、まあ、爆発の後の地形を再現していると、まあ、結構ね、地形とかね、ガスの状態が変わるそうです、まあ、だからそれだけ日々変化しつつあるところだということが分かります、生きた火山に来ているわけです。ここへね、伺った一番の理由は、このジオラマ見に来たんですけども、見てどこだか分かんないと思うんですが、まあ、これ箱根のね、山ぐるーっとこう取り囲んでいる外輪山があります。外側の山を外輪山と呼びます。でこちらが内側の山でして、大涌谷がこの辺り、まあ、ここでボンボン噴火をする、一番多分噴火後からですね、激しいところでございます。で、まあ、方面で言えばこっちの方が東京方面になりまして、まあ、こっちが京都方面でして、ここにですね、ちょっとくぼんだところがあります。特急ロマンスカーが上がってきて、この辺りが多分箱根湯本なのかな。で、ここら辺がですね、とりあえずまず広々としたところで、ここからいよいよ箱根登山電車に乗って、この辺りのですね、こう谷のところをえっちらうちら頑張ってこう登ってきて、そして強羅からさらに総雲山の方へ行って、そしてさらにロープウェイと行ってですね、今この大涌谷の上を越えていったところです。で、江戸時代の頃には、東海道が通っていたわけですが、箱根の山は天下の天と言いながらですね、登っていったその旧東海道はこの湯本からこちらの方へ抜けていきまして、さらに箱根駅伝などで今頑張ってこう駆け上がるこの道があります。そして、ここ芦ノ湖のこのすぐ近くのところに箱根の関所がありました。これよりも東側を関東地方と呼んでいます。で、ここからさらに三島の宿場町の方面へ東海道国道1号線はさらにこう降りていって静岡県の方面に向かうということになっています。まあ、今回のですね、ゴールデンルートというのは小田急さんがね、60周年ということで教えてくださったんですが、このゴールデンルートといいますのが、この湯本のところからまずは登山電車でこう登っていき、そして強羅から、ここ多分これがケーブルカーだと思いますね、ケーブルカーで、総雲山でさらに大涌谷を越えて高原台から芦ノ湖遊覧船、海賊船でこうこのように渡り、そしてここに到着した箱根の関所、そこからですね、またバスでこうやって戻ってくると、このルートが箱根のゴールデンルートでございます。だから今回はここから今ここまで来ましたんで、今日こう行ってこれで帰るということです。大涌谷の温泉がどのようにして作られるかというのを模式的に示したものです。さっきロープウェイから見えた装置をここで多分置いてくれてるんだろうと思いますが、下から上がってくるこの水蒸気、これは大涌谷の火山成分を示していて、上から落ちてくる水は箱根の地下水。大涌谷ではこの装置で水と火山成分を混ぜ合わせ、そして濃いお湯を作ります。かなり温泉成分の濃くなったこれを
湯畑のところで一旦硫黄成分を少し沈殿させるなどした後に最終的に各温泉に配湯するということをしています。大涌谷の温泉は、このように成分とそれから地下水を混ぜ合わせて作られたものということですが、もともとはね、あまりにも濃い温泉をじゃあどのようにして利用するか、ある程度薄めて作ってる、そういうふうなことも言えるのかな。まさに生きた火山の恵みです。上から余った蒸気が出てくるというところまでかなり本当によく再現された装置です。 NHK の取材をきっかけに作ったらしいですよ。それから大涌谷の名物といえばこの黒卵です。これは別にこんな大きいわけではありませんけども、黒卵館で販売し5個セット、箱根のお土産の定番です。5個セットで500円とかだからそんなに値段もしないんですよね。今回ちょっと荷物が多すぎてね、諦めちゃったんですが、ロープウェイ大涌谷駅の上には大涌谷駅食堂というのがありまして、カツカレーが名物らしい。これ美味しかったですよ。なんかちょっと変わった味ですけどね、普通のスタンダードなカレーとはちょっと違ったけど、でもみんなの口に合うという点ではおそらくやはり通常のカレーと同じでしょう。ここでもフリーパスを持ってきている人は2割引きで飲み物を飲めるというんでオレンジジュース頼んじゃいました。レストラン2階ですから素晴らしく景色がよく見えます。食べる直前になったらマスクを外して取ったらあんまりベラベラ喋んないもん。これがねただのカツカレーなのかなと思って、実際多分普通のカツカレーなんと思うんですけど、美味しいんですよ。すごく美味しかった。半熟卵の乗ったカツカレーライスでございます。山の上なんでちょっと値段は高めですけどね、でもこれ美味しかったら本当に良かったですよ。それではここから今度ロープウェイに乗って進みます。次に向かうのは芦ノ湖桃源台です。大涌谷が今回の旅の最高地点となっていて、ここから先のロープウェイは下り、おそらくその関係でロープウェイの乗り換えが必要になるんでしょうね。大涌谷の荒涼とした景色もこれで見納めです。そして涼しいのも大体この辺で終わり、ここから先少しずつ気温が上がってきます。その代わりに芦ノ湖が近づいてきます。途中の駅宇波湖に到着。ロープウェイですが珍しく途中の駅があります。ここでもちろん途中下車をするということもできます。この周辺の散歩をしたり、それから旅館があるそうですね。このロープウェイですが十分新しくて綺麗な感じがしますけれど、実は来年にまた新しいものに交換する計画があるそうです。一気に山を下って今芦ノ湖のほとり桃源台に到着。桃源台駅でロープウェイは終点で、ここから先は箱根海賊船に乗り換えます。海賊船というとなんだか遊びのように感じられるかもしれません、実際に乗っていて大変面白い船ですが、実は芦ノ湖を縦断するかなり便利な交通機関でもあります。箱根フリーパスを持っていれば追加料金などは必要なく普通に乗ることができます。最新型の船クイーン芦ノ湖がやってきました。中も相当豪華で綺麗な感じ、すごいですよね。びっくりした、こんなにすごいやつなんか。私初めて海賊船には乗りましたけど、天井のデザインも豪華、鉄道デザインに定評のある水戸岡英二さんがデザインを手掛けました。船内にも様々なところにオリジナルのロゴときらびやかな内装が目立ちます。船内でカメラを回すのが楽しいですね。ちなみにこの船は一般船室と特別船室があって、一般船室も十分豪華な感じがするんですが、特別船室もこのようにかなり広く、ここからは入れないんですけれども、特に広いから空いてるような感じがするんで混雑の時期にはいいんじゃないですかね。私はこの時は一般船室が空いているので一般の方にしました。上部のデッキに上がって外の景色を眺めます。やっぱりまず一番は景色の良さではないですか。かなり上の方まで高く上がることができてですね、こんなに上の方まであるすごいなと思いますが、この船結構ね素早く動くんですよね。離岸とかするときもすぐフューッと離れるし、性能なかなかいいんじゃないかなと思います。
ちなみにこの間見ましたけども、あのアジマススラスターはね装備されてないみたいで、真横に離岸するということはなかったんですが、でも結構スイスイ自由自在に動いてるなという感じでしたよ。これで桃源台の港を出発。まあこれサンプルですけどね、あのこのような感じで外に出て楽しむことができますよ。機嫌の良さそうな男性の姿が映っています。天気がもっといいと良かったんだけどなと最初に乗るときは思ったんですが、この曇りの感じも意外と幻想的で良かったですね。あまり湖岸が道などをたくさん巡らされているという作りでもないようで、自然のままの姿を楽しむことができます。船からでしか見ることのできない景色が続きます。こんな際のところまで木の枝が垂れ下がってきて、本当に神々しいところです。頻繁な運航がなされているこの海賊船、一体どうやって大きな船を山の上まで持ってきたのかと気になります。実はこの船は一旦山の下で完成していて、それを解体した後持ち運びやすいような状態で山の上まで運び、もう一度組み立てて実際の運航に供しているのだそうです。前方に本船の最終目的地箱根町港が見えました。その左手にこちら元箱根港もあります。南側には2つの港があります。どちらから先に泊まるかとかね、その運航の回によってどうも違っているようですので、時刻表など出ていますから事前にお調べになった方がいいかもしれません。進行方向の左手、立派なホテルが見えます。小田急山のホテルです。1947年に作られたクラシックホテル。でもそんなに古いとは外から見ただけではわからない、かなり立派な作りですね。海の上から湖畔にある高級ホテルを眺めるというのも楽しいものです。そのホテルのすぐ下でおじさんがウェーダーを着て、何やら長い竿のようなものを回して漁をしているんですかね。遠くからでは何をやっているのかよく分かりませんが、何度も何度もこういったことを繰り返している人の姿、そして釣りを楽しむ人の姿など芦ノ湖ではいろいろと見られます。そしていよいよ元箱根港に近づいてきて、左側には箱根神社があります。元箱根港の人気のスポットではないかと思います。海の上に建てられた大きな鳥居がシンボルです。これを遊覧船から眺めるのが楽しいものです。逆に向こうの木々の間を抜けて湖の中に立つ大きな鳥居を写真に収めるのも楽しいかもしれません。女性に人気がありそう。皆さんインスタグラムをやってるんじゃないですかね。手前には黒いスワンボートというのかな、そういうのも聞きましたけれど、これ楽しそうですよね。これでなんか鳥居のところまで近づくなんて、あ、目的地があるスワンボートは随分楽しそうですよ。向こうからこちらへ手を振ってくれたので、こちらから振り返すと大喜びしていました。船は元箱根港に到着し、ここで多くのお客さんを降ろしました。箱根湯本の方へ帰るには、ここで降りてからバスに乗り換えて進むのが早いそうです。港の人もまたこちらへ手を振って送ってくれます。本日は箱根へお出かけくださいまして、誠にありがとうございました。そういう声をかけてくれます。小田急グループ一丸となって箱根のお客さんを迎えるから、だから箱根をお出かけくださってありがとうございますという言い方になるんでしょうね。そしてすぐに最終目的地の箱根町港に着きます。一夫管に当たるや万夫も開くなしと昔の歌で歌われました。意味がわからないと思いますが、たった一人ででもこの関所を守ってしまえば、何万人の兵士が攻めてきたとしてもこの関所を攻め落とすことはできないだろう、こういった意味です。それほど難攻不落の関所だったということです。かつて大江戸から大阪の方へ抜けていく、特に女性がこの関所で厳しい取り調べを受けました。入り鉄砲に出女と言いますが、この関所では女性のことをよく検査していたそうです。江戸から大事な人質が逃げてしまっては困るからです。この箱根町港からも、さっきの元箱根港からも、箱根元の駅まで箱根登山バスが出ています。時間帯によって途中全く止まらず箱根新道を一気に駆け下りる急行便のバスと、途中ポツポツ止まっていく各駅停車のようなバスがあります。急行のバスなら箱根湯本の駅まで一気に駆け下りて、所要時間わずかに20分弱です。ちなみに今夕方の4時から5時そんぐらいでしたが、この時間ぐらいで箱根の海賊船の運航は終わります。箱根にお越しいただきまして誠にありがとうございました。その放送を聞き、これからはバスに乗り換えです。
ちなみに私の便は急行便ではなく各駅停車の便になりました。1時間に何本か急行便と各駅停車がそれぞれ出ています。左側にさっきまで渡ってきた芦ノ湖を見ながら、バスはまず元箱根港を通り、そしていよいよ坂道を登り始めました。国道1号線の最高地点もあるようなところ、右へ左へバスはものすごい音を立てて走っていきます。途中からもお客さんがどんどん乗ってきました。結構このバスも需要があるんじゃないかと思います。まず左へ一気に曲がったと思ったら、まだ左へ曲がり、そしてその先でもまたさらに左へ曲がって、今度は急な右カーブです。こういったことをいつまでもひたすら繰り返します。ちょっと乗り物酔いに弱い方は、まあ、箱根のバスは全般的にどうしてもそうなると思いますけれど、ちゃんと酔い止めを持っていかれるといいかと思います。遊覧船は全然揺れるということは少なくとも私の時はなかったし、まあ湖の上であれば揺れるってことはほぼないと思いますけどね。山道を本当にものすごい迫力のある走り方をします。私はこの時一番後ろの席に座っていましたので、後ろの景色も見ましたが、こんな風に道はぐねぐね、結構運転が大変そうです。バスもかなりのスピードを出して走っていました。いや、実際にはスピードを感じるというだけで、多分法定速度よりはかなり下だったと思います。ちょうどこの辺りで、あ、随分急な坂道だなと思っていたらば、上り坂がどうも終わるようです。ここが国道1号線の最高地点に近いところ、看板がありました。ここが874メートル、かなりの山の上です。こんな高いところまで国道1号線は来てしまう。今でもやはり天下の県であるということは変わらないようです。さて、どんどん降りてきて、ここは懐かしの小涌谷駅、やはり急なところです。ここも箱根駅伝などで選手がたくさん走るところ。バスはこれから踏切を渡るわけですが、ちょうどここで登山電車がやってきました。まあバスは別に電車が来たら待てばいいだけですけれど、箱根駅伝の選手もここを通るわけで、選手が来た時にちょうど電車が来たら、踏切が閉まってね、あんだけ険しい練習をしているのに、選手もどうしよう、焦ってですね、そのまま踏切の中へ立ち入ってしまうということもあるのではないかと思います。実際そういったことがありまして、それからは登山電車がここへやってきても選手がいるということになったらば、まずはそこで選手の方を優先するということになりました。毎年お正月にはあそこで登山電車が選手に道を譲ってあげる光景が見られ、前には30分以上登山電車が止まっていた、そんなこともあったそうです。そこからまたバスは一気に登山電車と同じような険しい坂道を降ります。登山電車も大変そうでしたけれど、普通に自動車も大変な道なんだと改めて実感します。そして一気に降りてきて、もう湯本は近いところですが、おお、これはすごい。これ昔の多分国道1号線のトンネルでしょうね。それを線形を改良したので右側の方に道路を通るようになったと、まあ、そういうことなんだと思いますが、宮の下からだいたい箱根湯本までの間にこういった場所が何箇所かありました。あんまり道は詳しくないけれど、この向こうに見えているこれも多分昔作ったやつと、それから新しいやつとこう一本一本並べてるんじゃないかと思うんですけどね。構造はどちらも古そうでしたが、どうなんでしょうか。こういう道の構造とかね、廃道とか上下線の新しさが違う道なんか見るのは楽しいものです。箱根湯本の駅に到着。もう結構夕方になっています。夕方の6時です。今からの出発ですとロマンスカーの GSE がもう少し待てば出ますが、しかしこれは行きにも乗りましたので帰りは違うやつをと、ロマンスカーエクセアルファにしました。これはリニューアルによって生まれたロマンスカーで、最新型の GSE などと同じデザイナーの方が手掛け、明るい内装が特徴です。この箱根ゴールデンコースの素晴らしいところは帰り道が存在しないということです。新宿から乗ってきたロマンスカー箱根に到着して、さあどんな景色があるのかな、へえこんな場所もあるのか、目を奪われていると、知らないうちに箱根湯本の駅へ戻ってくるということになります。ロマンスカーにもいろんな種類があります。現在小田急でも4種類のロマンスカーを使っています。ですから行きと帰りで違う種類のロマンスカーを利用して帰ると、最初から最後まで新鮮な気持ちで旅を終わらせることができるんじゃないかと思います。なお XAα には展望シートはついていないということになっていますが、実際には進行方向の一番後ろの席を指定して座席を逆向きに回すと、このように流れ去る景色を楽しむことができるようになっています。もっとも車掌さんにちょっと挨拶をしまして、それでちょっとここを回させていただけますけどよろしいですかと私は言わせていただきました。そうじゃないとちょっと車掌さんもね、目があったりして気まずいかなと思いましたので。それからこの今回のゴールデンコースですが、基本的に箱根湯本に着いた後はすぐに登山電車に乗り換えて山を登っていく、まあ、いわゆる左回りの工程がメジャーなのかなと思いますけれど、まあ、必ずしもそうしなくてもいいのかと思います。箱根湯本に着いたらば、まずはバスに乗り換えて、そして先ほどの箱根町子、そこから遊覧船、海賊船に乗って桃源台からロープウェイ、そういう逆回りの方がおそらく全般的に私が見る限りではお客さんが少なく空いていたようです。その方がね、昨今の新型コロナウイルスが流行っているという状況においては良かったのかもしれません。
この XEα は他のロマンスカーと比べるとそれほど強い個性を持っていないかもしれませんが、だからこそ観光に特化していないからこそ観光客の密集を防ぐことができ、そして車内では落ち着いてゆったり他のお客さんともあまり交わることなく帰ることができ、これもこれでいい空間ではないかと思います。 XEα の収容能力は他のロマンスカーと比べてもかなり高いものです。とここでですね、素晴らしいことにですね、最後に箱根の山並みを眺めていたらついにここに来て富士山を眺めることもできました。自分が今日旅をしてきたその全ての景色、そして最後の最後にボーナスの富士山まで見ることができて、今回の旅行は本当に仕事で行ったんですけれども、それを忘れるぐらいに楽しいものでした。素晴らしい企画を考えていただいて小田急の皆さん、本当に今回はありがとうございました。列車はあっという間に東京都心の方面へ向かっています。線路が2倍に増えました。速やかに東京まで帰る、帰り道はゆっくりな方が楽しいものですけれど、でもこうやって速やかに帰るのもそれはそれで新鮮です。ちょうど今反対側にすれ違ったこの電車、赤い小田急線型です。現在箱根登山電車の完全復活を記念して、東京都心まで箱根登山電車の車両が乗り入れる特別企画をやっています。楽しかったですね、本当に楽しかった。個人的に楽しめましたんでね、本当に箱根はおすすめですよ。ぜひ皆さんも箱根フリーパスを買って箱根のお出かけどうぞ行ってらしてください。それでは最後に今回の箱根登山電車の完全復活を記念して小田急箱根ホールディングスさんが制作されたコマーシャル、素晴らしいコマーシャルなんでぜひ皆さんにも見ていただこうと思いましてお願いし、映像をご提供いただきました。ぜひこの動画のエンディングとしてお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。